ベラルーシ当局は23日、リトアニアに向かって領空を飛行していたアイルランドの格安航空会社ライアンエアの旅客機に爆弾が仕掛けられたようだと通報し、首都ミンスクの空港に強制着陸させました。その際、登場していた政権に批判的なジャーナリストプロタセビッチ氏を拘束したということです。EU ヨーロッパ連合はルカシェンコ政権が反体制派を拘束するために 旅客機を強制着陸させたと見て24日に開く首脳会議で制裁を検討する見通しです。